まではこう、まあ、リリースは定期的にやってツアーやってフェス出て、まあ、ドッツ展示会やってとかこうなんかツアー中に曲書いてることがすごい多くてコロナになって、まあ、ライブがちょっと減ったって中でこう 1,2 年は結構制作にこう時間すごく使えたん で健全だなっていう感覚がすごいあります。だからまあ APEX もそうだしその、まあ、映画のタイプになったハンターあと残り3曲もだっていつもより気持ちゆったり作れたからすごく内容濃くなってるだろうしなんか今聴いても自分たちで聴いてもなんか重厚というかちょっと高級感あるような音源になってると思います。 APEX は単調な曲なんだけど、まあ、決めどころが結構あってそういうのを結構意識した曲だったかなと思い出がある。決めどころって決めどころはサビ前とか大サビ前のなんかみんなでユニゾンする場所とかまああんまないんじゃないかな今までの曲の中であんなに大それたユニゾン感がある曲はどこかノイズメーカーらしいよねっていうものを残しつつ新しいことやるっていうのはすごいバランス難しいんででもそれを常にトライ してるバンドなのでその一番更新するような曲をやろうっていうので作った曲だったはずですね。映画の話は直接ノイズメーカーのインフォメーションにメールが来て曲だけでバンドの活動だけでこうお願いしますっていうのってなかなかないと思うんですよ今の時代。どっか出資して所属してるアーティストをタイアップにつけるっていうのが大半な中で単純に作品だけを聞いてお願いしてくれるっていうのはすごいこうやってる僕らにとってすごい嬉しいことで手数料もお願いしますってシネマティックなサウンドというのはちょっと意識したり探したりしました。ドーンとかそういうの聞きどころかと思います。旅行ったらモニモニみんな入れたがるんだけどそこをあえてもう楽器も全部抜いちゃってダンサブルな感じの新しい曲を作りたいみたいな感じで作った曲ですね。縦のラインを崩さないように叩くってことを意識した曲です。機械的なノリでブラック的なノリって言った方が近いな。王冠っていうタイトルになんかぴったりなどっしりしつつやんちゃっていうかなんかそういうイメージでは弾いてるけどそんなにこうなんか大げさに自分でこうしてやろうとかそういうイメージはないっすね。あとはまあヒデのギターソロでバーミン出したりとかそういう思い出はあります。クラウンはどうかまるでそのなんか赤いピルの中に青ピルが隠されたようにっていうところを踏んだんだけどそれはマトリックスの描写をうまく混ぜてたんだけど、まあ、すごい大ファンだからマトリックスとあと小垣大とかそういうところのワードのとこで声が8ビットになってくるっていうとそれが多分聴いてる人歌詞とリンクしてボーってなる人が多分一人二人いるのかどうか分かんないですけどこれ言わないともう全然伝わってねえなと思って。声が8ビットってどういうことですか？デジタルになってくる声がマトリックスのあの鏡に触って口の中に出てくるあの声あの感じ現実とデジタルの中とか本当か嘘かっていう言葉の比喩でその赤いピルと青いピルって出してるんだけどそこでその8ビットとかってなっていくのを相当苦労してやってたっていう。クラウンはに関してはあれはもうめちゃくちゃ勢いつけて叩いたっていうイメージかな。でもなんかあれ難しかったのがイントロとサビむずいなって思って逆に A メルと B メル叩いてるとこう疾走感ある感じで逆に叩きやすいんだけどそっからサビとかイントロになるとめっちゃ遅く感じちゃって、うん、そうそれが結構苦労した曲だったかなと思いました。あの曲に関してはでもまあ勢い大事でしたね。あの曲じゃなかったら叩けなかったですねリーズは自分の本当に好きな感じの歌曲を作ってみたいっていうので A メロとかも声をプッシュするんじゃなくてこうちょっと話す方向かブレッシーな歌い方とかできるんだけど曲でやらないことってやっぱ多いから曲で表現できるような曲を今回作れたんじゃないかなと思う。そこを狙ってちゃんと作るみたいな。イントロのフレーズとかでベース結構
動くんですけど、それもギターとユニゾンなのか、ギターはここでベースはこうかとか、そのレコーディングの中でヒデとディスカッションしながら進めた感じですね。フリーズに関してはそのコードとそのメロディーが、まあ、エイジがこういう歌メロ、結構他の曲はそのワンコード、A メロがワンコードでちょっと似てるというかっていうのがあったから、そのやっぱ他の曲とこう差別化していく中で、その彼がちょっとメロディー重視の曲を作るみたいな、してワンコーラスで、なんかピアノかなんかだよ最初、まあ、ピアノで作って、まあ、バックも最初作ったやつもあるけど、その結構ロックサウンドになったから、そうなんかそれバーってもらって、まあ、これもしかしてもっとツヤある感じにできるかもしれないなっていうので、いろんなこうアプローチして今の形になったんですけど、ピークアップの A メロとか跳ねずにこう強弱をつけないで感じとかは難しかったかもしれない。そうですね。まあ意識してやりました。なんかそのルート弾きっていうか、ルート弾きみたいなところでいかにこうかっこいいかっていう。なんかそれも別に自分を表現するわけじゃないけど、そのいかにタイトでそこに存在してるっていうのは俺は。めっちゃ痺れるんで、そういう気持ちで弾いてますね。普通だったらズンパンズンパンだけど、シャッフルになったらドゥンとパンとドンとパンとっていう感じになるのかな。そう、そう、ウキウキ、ウキウキ系、なんか更新してるような感じ。ちょっとお祭りみたいな。ああ、そうですね。ノイズメーカーでシャッフルの曲があまりないんで、まあ、そういうところがちょっと苦労した曲だったかなと思います。まあ、今回もあのキムさんもお願いしたけど、やっぱりもう今回可愛いよね、どっちかというと。前回のメジャー前のかメジャー前の時はちょっと意味深な、あ、なんかちょっと考えさせられるなみたいなことを思ってたんですけど、今回はなんかこうメンバー4人書いてくれて、自分のこう好きな人とか憧れてる人に自分のこう似顔絵とかメンバー書いてくるのは単純に嬉しいなと思ったし、まあ、多分きっとこれファンも喜んでくれてるなっていうのはすごい感じましたね。いや、出来上がり見てめちゃくちゃかっこいいと思いました。遺族の方とか、いろんなキャストの外国人の方とか来ていただいて演技をしてもらったり、でその特殊メイクさんもやってもらったりして、出来上がったらパンチしかないなみたいなって感じがしました。一つ一つの絵にパンチあるミュージックビデオじゃないかなってすごい思います。特にあのお母さんがテレビにこう食いついてて、自分もこうなんかもう今はそうだなと思っちゃうし、まあ嘘か本当か分かんないことあふれてる中で、遠くの心配だったりとか与えられたものに対してすごいグワーってみんななっちゃってること、実はこう一番身近なことがないがしろにされて、そこから目を背けてんじゃないかなって、すごいそれだけ見てそう感じる人もいれば何も感じない人もいるだろうし、それは人それぞれ見てて、これはこう感じる、これ感じるっていうのは、どれだけみんながこうそういう物事に対してアンテナ張ってるか張ってないかっていうのだと思うんですよね。だからあれはそういうの部分も見てほしいなってすごい思うんですよ。スピーカップは寒かったです気温が。いや、あとそのなんだろう、撮ってから解禁までがめっちゃ短くて、これ大丈夫なとか思いながらやったんですけど、心配しすぎでしたとてもいい MV が撮れて、一枚一枚こうポスターになるような感じ、サムネとかもそうだし、2人繋がってる男の人、テレビに張り付いてる女とか、高級感があると思うんですよね。いい意味でその暗いというか映像が、だからこう歌詞の内容と合うようなこうシリアスな感じになってくるし、あれがなんかもっとポップな派手な感じだったら多分リンクしないかなっていう。ハンターに関してはあれこそ最初からあれだよね、出来上がりがどうなるか全く見当がつかなかったから、撮ってる時はその緑バックとかしかなかったから、これがど
そんな感じになるのかなっていう感じはしましたね。で、出来上がったの見て、あ、じゃあやばいじゃんみたいな、ちゃん車の間すり抜けてんじゃんみたいな。お気に入りなシーンだったらね、吹雪みたいなシーンあるじゃないですか、 C メンみたいな、あれそこ結構好きなんですよ。北海道感あるし結構好きなんですよ、そこ。今まで一番じゃないかなっていう、やっとなんかその求めてたラインを一個クリアできたかなっていうようなミュージックだと思うんですね。これも最初車走らせるようでなかったんだね。あ、そうそうそう、メンバーでこのただシーンが変わったら、いつかただの CG の他の世界だから、もっと現実じゃありえないことを CG でやった方が面白いんじゃないっつって、車走らせてって無理なんないって、でもそれをできちゃう、あ、いいっすねっつってやっちゃうかな。いや、すごいっすよね。これも結構なんだろう、もう自分はバチバチ素材でグリーンバックで弾いてるっていう、後ろグリーンバックなんで、これがどうなるかっていうのもぼんやりしか分からないし、とにかく素材として生きのいい素材として撮られることを意識してやりましたけど。あんたは、そうですね、俺はこう出来上がった時に CD ってすげえなと思って、どうやってやったんだろうっていう、ちょっと自分の予想をはるかに超えてたから、まあ本当に微調整しかしてもらわなかったというか、ちょっとここを減らしてくださいぐらい、すごい良かった、結果良かったですね。またこの監督と一緒にやりたいなって本当に心から思える作品だったと思います。こんなワクワクしたのはなかなか久しぶりです。我々もうノイズメーカーの曲もそうですけど、やっぱいろんな方々とコラボしてるじゃないですか。マーティブマンド、ゴスペル、ダンサー、あの場でしかできなかったことだと思うんで、そういうところをフィーチャーしてみていただけたら、もっとより面白く見えるのかなと思います。ダンサーがひたすらやっぱかっこよくて、自分も感動しちゃうというか、あとゴスペル、ゴスペルもやっぱ生身の人間があれだけ増えて、やっぱもう感動の力もマスというか、だからあれがでもノイズメーカーできることをもっとあるっていうこと、自分たちも分かったし、ファンの人たちにもこう今後楽しんでもらえるんじゃないかなって思いました。見どころってまあずっとだなって思ったりします。まあ、4人横面でやるのも新鮮で見どころだし、で後ろに LED 背負ってるのも見どころだし、鼓笛隊ゴスペルダンサーの皆さんも見どころだし、まあ、もっと言えば照明とか、まあ、撮ってくれたチームのカメラワークとかもう見どころだと思うし、これでこの値段って安くないですか？大丈夫ですか？いいんですか？それぐらい価値のある DVD というか映像作品だと思うし、まあ、みんなに見てほしいです。ゴスペルとかドラムライン、ダンサー、まあ、1曲ずつ本当贅沢な使い方してるなと思ったし、最初はなんかオーケストラ、フルオーケストラでやるっていう案も出てたんですけど、ね、やんなくてよかったなと思って、なんか結果すごい俺らのジャンルに合ってるし、ホールっていう場所も俺らのジャンル合うなって思ったし、北海道でさ、みんなさ前日飛行機で飛ばなかったじゃん。で俺だけフェリーで先に入ってるわけで、そこで渋滞がすごかったわけで、一人でじゃあ苫小牧から札幌か、高速止まってるわと思って、で裏道から頑張って行ったら、まあ何時間の計やっぱ6、7時間かかったわけ。昼の2時ぐらいに着いて、で移動してます。その中でちょっと山道みたいなの入ったとこ入りました。で結構スピンしました。でこう片側一車線みたいな感じになってて、で周りに道の横か横にその雪があって、でちょうどよくそこ真横に止まって、で一面を取り留めるっていう、マジで怖かった。台湾ツアーって思ったって、やっぱ自分たちのそのコロナ禍でやってきた2年間はめちゃくちゃ強くなってるなと思うし、改めてなんかそれやってなかったら多分この台湾ツアーもやっぱ自分たちがメインでやってるから、ゲストよりもいいライブしようとかいう意気込みでやっても多分
活動しなかったらできてなかったことだと思うし、みんなからすごいその答え合わせっていうか、そのができたかな、すごい思います。あとは純粋に自分たちの好きなバンドと一緒にこうできてるっていうのはすごい嬉しいし、一ファンとしてそのバンドのライブ見た時にやっぱ楽しいし、もらえるものもいっぱいあるし、いや台湾ツアーは、まあ、今後、まあ、ワンマンもワンマンの楽しみがあるからあれだけど、今後もやっていきたいなってすごい思いますね。パクチーで俺今写真撮るようにしてて、今コロナなんで簡単に足運べない人もいると思うし、かといってすげえそのなんか土地っぽさもないんだけどなんか一緒にツアー回ってる感覚とかになってくれたら嬉しいなと思って今撮ったりしてるんですけど、まあライブももちろんすげえ楽しいけど、それもすごく楽しめてますね。そしたらちょっとでも岡山のアーケードとかすごいこうシンメトリーしてて、明かりがこう床にも反射してすごいいい感じだったんですよ。ベストショットなんですけど一番 SNS では反応薄かったです久しぶりの対バンツーマン、やっぱり学ぶことが多かったし、ああこういう気持ち忘れてたなとか、ああ音楽って楽しいなとか、バンドが好きだけど、その対バンしてるバンドは別に同じジャンルじゃないとか、でも刺激受けるってことはなんか、あ音楽が好きなんだなとか、そういうふうに再認識させられたツアーになりました。2022年2月16日にリリースしたアクティス、まあ、アライブフンのハイアットもついて、僕はノイズメーカー史上最高な作品ができたと思ってます。この5曲を一度やはり聴いていただいて、で MV も見ていただいて、それでよかったらライブに来ていただければ僕ら的にはすごい幸いなので、とりあえず一回聴いてもらったらいいんじゃないでしょうか。聴いたら確実に好きになってもらうと思うんで、まあライブもそうなんですけど、音楽作ってることとかやってることは本当に、まあどのアーティストも言うことだけど絶対的な自信があるから、刺さった人はもう何だろう、友達だったり家族だったりに伝えてほしいし、まあ、それが俺たちのとっても力になるんで、まあ、それはライブと音楽でしっかり返していこうかなと思います。曲も去ることながら、その DVD も本当に素晴らしい作品ができたんで、知り合いとか友達とか家族にゴリ押しで見せてあげてほしいです。それぐらいの自信はゴリゴリにあります。改めてこう4人メンバーでこう振り返ってみると、やっぱり思い出深いというか、一個一個大事に作ってるから、ぜひ もっと DVD もアクセスももっと深く聞いてくれたら嬉しいです。